エプソムの競馬テオドール・ジェリコーは19世紀前半に活動したフランスの画家。同時代に起きた生々しい事件を題材としたメドゥーズ号のイカだが代表作である。ジェリコーの作品はドラクロワなどにも影響を与え、ロマン派絵画の先駆者とみなされるが、画業半ばの32歳で創生している。突撃するこの絵料キ兵士艦戦場から去る負傷した。 強行騎兵士官ジェリコーの作風は古典主義を基本にしたものだが生来神話がや宗教画を好まず現実社会の描写に深い関心を示した。生と死が隣り合わせの極限状態における人間の姿を描いたメドゥーズ号のイカダをはじめとするジェリコーの作品は人間存在の本質に迫り徹底した写実を追求した。こうしたジェリコーの仕事は ドラクロワラのロマン主義、クールベラの写実主義など、19世紀ヨーロッパの主要な絵画運動の先駆的存在と位置づけられる。馬などを題材にして、激しい動きの一瞬を描き止めた作品には、印象派などの近代絵画を先取りした部分も見られる。ジェリコーは、1791年、北フランスは、ルーアンの裕福な家庭に生まれ、1796年頃に、 家族と共にパリに移住した。資産家で弁護士でもあったジェリコーの父親は、息子が画家以外の安定した仕事に就くことを望んだが、ジェリコーは海外への情熱を捨てきれず、1808年、画家、カルル・ベルネに弟子入りした。画家としてのジェリコーは、古代の神話や聖書の物語よりも身の回りの現実を描くことに関心を示した。特に馬に対する関心は、 なみなみならぬものがあり、生涯にわたって、馬を題材にした作品を多く残している。死のベルネは、馬や騎馬人物像の画家として、当時の第一人者と言われた人物であったが、ジェリコーは、死の描く馬は単なる綺麗事であり、動物としての躍動感に欠けていると感じていた。ベルネの元を去ったジェリコーは、1810年から1811年にかけて、 画家ピエール・ナルシス・ゲランに支持する。ゲランは、ナポレオンの肖像画で有名な新古典主義の巨匠、ジャック・ルイ・ダビットの流れを組む大家であったが、ジェリコーはこの詩にも満足せず、ルーブル美術館に通って、キセアーのベチェッリを、ピーテル・パウル・ルーベンすら過去の巨匠たちの作品を主と、するようになった。1812年、21歳のジェリコーは、突撃する。 この絵料記兵士館をサロンに出品し金賞を得た。この作品は激しい動きを見せる馬に乗った士官が振り向きざまに号令をかける一瞬を描いたもので、馬が主要なモチーフとなっている。続いて1814年、戦場から猿負傷した強行機兵士館を出品した。ジェリコーが正式に出品した作品は、この2点とメドゥーズ号のイカダの計算点だけである。 当時のフランスはナポレオンが退けられ、ルイ十八世が即位して王政復古が行われるなど波乱の時代であった。ジェリコーもこの時期自らこの駅兵に志願したこともあったが、ナポレオンが復活してルイ十八世が亡命するに及び再び画業に戻った。ジェリコはは八百十六年から八百十七年にはイタリアに滞在し過去の巨匠の作品に学んだが、 中でも、ミケランジェロのダイナミックな人物表現に影響を受けた。ジェリコーの馬に対する就心は続いており、ローマにおいてもカーニバルの裸馬の競争を題材にした作品を描いている。フランスへ帰国後、1819年のサロンに、問題作、メドゥーズ号のイカダを出品し、賛否両論を巻き起こした。1820年から1822年には、 イギリスに滞在し、1821年には代表作の一つ、エプソムの競馬を描いている。かける、馬の一瞬の姿を画面に描き留めた、この作品は印象派のエドガード画を先取りするものと評されている。フランスへ帰国後、1822年から1823年にかけて、精神障害者をモデルとした人物画連作を描いている。だが、 1823年には、落馬や馬車の事故などが元で持病の脊椎結核が悪化し、1824年1月に死去した。死の間際に発したジェリコーの言葉は、まだ何もしていないだったという。ジェリコーのデスマスクメデューズ号のイカダジェリコーの代表作品。この作品はサロンに発表するわずか3年前に実際に起きた事件を題材にした絵画である。 1816年、フランスの新植民地となったアフリカ西海岸のセネガルを目指していたフリゲート艦メドゥーズ号がモロッコ沖で座礁するという事件が起こる。離礁することができなかったため、乗客は備え付けの救命ボートで避難しようとしたが、乗れる人数が限られており、乗客全員を乗せることは不可能であった。そのため、破損したメドゥーズ号の溶剤を ロープでつなぎ合わせて、臨時のイカダを作り、救命ボートに乗り切れなかった149名を乗り移らせた。最初は、救命ボートがイカダを牽引していたが、漂流初日に悪天候に見舞われ、救命ボート自体の航行も危うくなると、ボートの乗組員がイカダをつないでいたロープを切断してしまい、牽引船と保存職を失ったイカダはあてもなく、荒海をさまようこととなった。 イカダは12日間漂流した挙句、他の船によって発見されたが、149名のうち、生存者はわずか15名に過ぎなかった。当時のフランス政府はこの事件を当初ひた隠しにしたが、やがて人々の知るところとなり、12日間の漂流期間中、イカダの上では、殺人、食人を含む様々な非人間的行為が行われたことが明るみに出た。 ジェリコーはこの事件に大きな衝撃を受け、絵画家を決心した。完成した絵画は12日間漂流したイカダが、ようやく停泊中の戦艦を遠くに見つけたスケを求めて手を振りつつも、戦艦が遠ざかりつつあることに気づき絶望する場面を選択して描き出したものである。この後戦艦はイカダに気づき救援に向かったが、希望と落胆。 生と死が隣り合わせの極限状況に置かれた人間のドラマを描こうとしたジェリコーは実際にイカダに乗っていた生存者の話を聞いただけでなく病院へ行って瀕死の病人の肌をスケッチしたり形状で処刑された犯罪者の首をスケッチするなどしてリアリティを追求したこの作品は場面選択とそのあまりの生産な表現のためか政治的批判を暗誘していると思われ 当時のサロンで賛否両論を巻き起こした。しかしそれは芸術論ではなくもっぱら政治的立場からの議論であったと言われている。この作品はルーブル美術館が買い取りに意欲を示したが、実際には作品の封印を意図した申し出であった。ルーブル美術館は購入の後、ジェリコーに買い取り料を支払わず、作品も展示することなく倉庫の奥深くに隠した。 この行為に失望したジェリコーは、翌1820年、作品をルーブル美術館から取り返して、イギリスに渡り、同地で展示を行った。この事件と政治的関わりのないイギリスにおいては、作品はむね好評を持って迎えられた。ジェリコーの弁によると、この作品はワインボトルのラベルと大差ない作品だ。単なるイーゼルガナと嘆いていたと言われるが、 それはこの作品の評価、ひいては人災がフランスから認められなかったことに対する自重的発言である。後輩画家のドラクロワはこの作品で漂流者の一人のモデルを務めており、ドラクロワ自身によるこの部分の模写が残されている。またジェリコーの創生に大きく嘆き悲しんだドラクロワは、この絵画に込められたジェリコーの創作意欲に大きく自身を奮い立たせ、 代表作の一つである、キオス島の虐殺を完成させた。ありがとうございます。